おはようございます。はい、おはようございます。では代表よろしくお願いします。はい、今日は特段私の方からはないんで、もうでは感謝から質問いたします。はいはい、愛知県知事のリコール署名をめぐってですね、県政官が8割無効だということを発表されました。まあ、これに対する受け止めとですね、あと、まあ、直接県政官に対する代理の受け止めも合わせてお聞かせいただければと思います。まあ、非常に珍しいこれケースだと思うんですけども、愛知県知事に対するリコールの署名簿についての調査結果を共有したことは承知をしております。まあ、これは県選管において検討中のため、私の方からの具体的なコメントは差し控えたいと思いますけども、まあ、一般論として言えば、まあ、同一人物の複数回の署名等は署名簿の提出後に行われる選挙管理委員会の審査によって当然に無効とされるものであり、あえてそれを行うことというのは通常考えがたいものであります。県選管の発表通りそうした署名が大量に行われていたのであれば、相当特異な事案と受け止めており、まずは徹底的な真相究明というものをこれをなされていかなくてはならないと思います。また直接請求制度については代表民主制度というものを補完し、住民の意思を地方行政に反映させるための非常に重要な制度であると私は考えております。いずれにせよ選挙管理委員会の動向を注視してまいりたいと考えております。はい、では各部からお願いします。いつも狭い新聞のマスクです。東京オリンピック・パラリンピック関連でお伺いします。組織委員会の森会長がですね、ご自身の発言の責任を取って、辞任する方向になりました。まあ、後任には出入りの初代チェアマンの川内三郎さんということも合わせて報じられています。まあ、こうしたこれまでの経緯とこうした結果になったことについてですね、第一の受け止め、五輪開催の影響も合わせてお伺いできますか。まあ、私の認識ではまだ正式なコメントを発せられたわけではないので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。残り1問でお願いします。大臣、通信の証です。マイナンバーカードのことでちょっとお伺いしたいんですけれども、2022年度末までにほぼ全ての国民に行き渡せという政府の主張について、平井大臣が先日、厳しいと思っていると発言されましたが、その受け止めと取り組みについて、改めて教えてください。まあ、とにかく令和4年度までに、ほぼ全ての国民に行き渡るように努力しろという指示が総理からございました。で、まあ、これ、全ての国民に全て行き渡るということは、本当に困難な課題かもしれませんけれども、だからといって我々は諦めることなく、その目標達成のために総力を挙げて、ありとあらゆる英知と力を結集して、その目標を達成するために尽力していかなくちゃならない。ただそれだけだと思います。しっかり対応していきたいと思います。それでは会見を終わります。はい、どうもありがとうございました。